ジュリーグお疲れ様、ありがとう。できる。まさかドベになってこんなにこんなになんかね褒められると思ってなかった。いや、よかったっすよ。でも、いや、頑張ったからっすよ。そうだね、いるかよ。やり込んだなりのいい試合はできたかな。頑張ってなかったらボロクソ言われてますよ、これ、うん、そう、あのごつどもえはちょっともう心が折れてたね、結構。もう一回勝たなきゃいけないのかっつって。まあですか。はい、3勝の時点でちょっと気が抜けちゃったかもしれないですね、うん、あー、なんか最初3勝すれば安牌って話でしたもんね。そうそうそう、実際安牌だった。まさかそっからまだあんのかよっていう。実際安牌だと思ったからね、うん、次オジリーグもし出れるとしたら出たいんですか。いや、出たいですけど、それはもうなんか違うじゃないですか、多分。出たいって言うわけないじゃないですか。こいつが。なんだ。いや、どうなんだろう。けど結構なんだかんだ言って面白かったじゃないかなと思ってるんですけど。やっぱまあ、はい、なんだろう。久々にその真剣勝負みたいな感じはやっぱ、うん、始まっちゃうと楽しいですよね。うん。大会とかじゃないと味わえない空気やっぱあるから。うん。負けたら本当にへこみますけど、うん、勝ったことに関してはやっぱめちゃめちゃ嬉しかった、うん、で初戦なんてもう会場がケースケコールでしたからね。そう、もう一番勝ちたかったあそこは、うんうん、めっちゃ盛り上がったもんね最後ね、うん、ニャンシーその前日にナルオと対戦してて結構強かったんですよ。え、ナルオが？はい、うん、で、いや、ニャンシ結構仕上がりやべえぞみたいになってて、うん、だ多分俺が勝つのは多分相当意外だったんじゃないですか、リスナーからすると。はいはいはい、うん、だそのなんかギャップが見せられてよかったなっ、うん、それもちょっとあれぬるいっすよね。ちゃんとやっとんじゃって こっちはって感じですよね。そうだね、まあ、ニャンシのちょっとキャラ体がぬるかったかな。ニャンシやっってたのかなあれ。いや、ぶっちゃけそんなやってなかったと思う。あ、へえ。いや、マジで恐ろしかったのはさ、もう、うん、ニャンシがあの最後石井プロとドベ決定戦みたいになってる時にさ、うん、あの石井プロが負けると3勝6敗で全員並ぶっていう状況だったから、俺たちはすげえドキドキして見てたんだけどさ、うん、ニャンシが俺らのことをさ、あの お前ら震えてるかとか言ってさ、あの状態のニャンシが俺らを煽ってきたのが、はい、いや、あれはニャンシさん、うん、絶対あの震えてましたよ。ああ、ちょっと震えた。ニャンシは震えてなかったか。ニャンシこいつやべえなと思った。震えてなかった。あいつはマジ震えてなかったんだ。そ、いや、なんか覚悟を決めるやつだから。あいつは震えてなかった。バケモンだな。バケモン、バケモン。あいつを一回ビビらして、第一回はそれビビってたからあいつは。第1回マジであいつもやばいって言ってたから。その時は面白かったけど、今回はマジビビってなかったよ。気も育ってたあいつ、さすがだなと思った。あの余裕は何だ、分からん、何だから自信がかかるじゃん。意味が分かんなかった、マジで意味が分からん。うん、あんだけさ、いや、もう絶対負けねえから、あいつらとは才能が違えからって言ってて、うん、あの低たらくだったからさ、そうそうそう、それでもっとビビ、ね、この余裕は何なんだよっていう、こんだけ負けといて、もっとビビるてめえこの野郎って感じじゃないですか。痛い痛い痛い。ニャンシ負けで終わるのが一番盛り上がったと思う。いやー、でもニャンシが負けたらちょっとなんかニャンシにヘイトが集まっちゃって、それはつまんないと思うな。うん、そうそうそう、あの負けすぎだったから、そこまでが。確かに。そう、ニャンシがなんかやり込んでなさすぎみたいな空気になっちゃうのがちょっと、多分 R さんがビリが一番面白かったと思うんだよな。そうで俺それが一番面白かったと思うでしょ。で、うん、俺帰ってあと電車の中かな、 R さんとケイスケさんの試合で、いやマジで R さん負けてくんねえかなみたいなプレミアムコメントしたんですよ。あ、そうだね、うん、そしたらなんかそれ R さんの配信で、うん、誰かがしくったらしくて、うん、はい、なんか R さんちょっとガチで怒ってたって話を聞いたんだけどちょっとこれはサンちゃんに直接言わなきゃいけねえだろう。あ、でも R さん倒したかったけどね、うん、2回目強かったね。2回目強かったな、う
最初本当にRさんビリになりそうだったもんな。うん、いやさっきからケイスケさん格ゲーの話ばっかじゃないですか。あれ、あれなんか燃えてます、もしかして。いやいや全然です。全然です。本当っすか。あれ負けた瞬間結構時止まってたじゃないですか。ああそうですね、うん、あれって どんなあれですか、あの放心状態ですか。いやっていうかうん、5つど燃えで一先で、うんうん、にゃんしに一勝したけどこれ俺 R さんに負けたらこれ俺終わりなのっていうのが、うん、突然来ましたね。はいはいはい。えこれで最下位なん、これ負けたらみたいな。うん、相手 R さんで、うん、10分ぐらいなんか、うん、動いてなかったっす。そうっすね、負けた後情けないやら恥ずかしいやらでしょ。あれはなんか全米が泣いたらしいですよ、ケースケの表情。孫さんも涙出てきたって話聞きましたよ。まあ、3ヶ月やったのがね、うん、結局最下位かよっていう、うん、その悲しみです。あ、でもみんなそんなこと思ってないんじゃないかなと思うな。よくやったって思ってたと思いますよ。いや、だから後からなんかツイッターとか見て、うん、そう、結構褒めてくれてる人が多かったから、うん、びっくりしましたね。最高じゃないですか。うん、やりましょう、これからたまに。ホンダきついっすよ、でも。なんで問題したんですか。いや、川野に騙されたんですよ。で、川野本人は、うん、いや、そのおすすめした覚えないんだけどなとか言って酔っ払ったじゃないですか。そう、酔っ払ってて全然覚えてないとか。いや、川野だってもう絶対ホンダですって言って、ホンダだったら俺全力で教えますからとか言って、うん、結局教えてくれなかったんですよ。てかあいつ女使えないでしょ、そんな言うて。なんかあいつ YouTube の動画とかでなんかホンダの紹介とかしてたんですよ。はい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 。このキャラマジでおすすめとか言って動画作ってて、うん、いや多分 G の方が強いっすね。それは間違いなくそうでしょうね、多分。うん、で今回 G、うん、最初弱いかなと思ったんですけど、ワンチャン強いありますよ、あれっぽいっすよね、なんか、うん、サブキャラとして使い始めるトッププレイヤーも結構いるみたいだし。あ、そうなんだ、G？ うん。あー、で、結構ね、ダルシムやれたりとか。はいはいはい。使いどころあるんですよね。あー。何？ルビーが痛い。なんで？わかんない。なんか、全身、疲れが。さっきの、一昨日のやつ？一昨日。抜けてない。ほんとあるよ、みんな抜けてないよ、マジで。この声からあれもいや、そうだから今も声からからそう、黒人さんでしょ、でしょ、うん、いやだからマジ面白かった、見てて。ありがとう。マジで面白かった。最中さ、うん、その、うん、盛り上げ役のさ、R さんがさ、うん、死んでるからさ、全然喋んない。死んでましたね。その俺と大須さんとかしか喋んない、声出さないから、基本声出すのはそればっかでさ、ガヤがねえから、あ、もうこれ頑張んなきゃと思って。そりゃもうドベじゃ、ドベ抜け確定はね、もう喋るよ、そりゃ、うん、そりゃね、でもその人しか喋れないからね。うん、で、ウタさんそっちの方やっちゃってるからさ、あっちの方で。そう、まあ大変だった、声がガラガラになってた。あれ、格ゲーって不思議なもんだな、ほんと。どうしたんすか。いや、ただ負けても評価されることがあんだなっていう、ありますよ、全然。当然じゃないですか。うん、